はい、皆さんこんにちは。前回に引き続き、先日のライブの今度はマルチトラックレコーディングをしてあったデータを編集しています。もう基本的にレコーディングと同じようなものです。画面の一番下のトラック、いわゆる画面中央ぐらいのところにミックスアウトのデータがあります。これちょっと分かりやすく、色を変えたいと思います。はい、このミックスアウトというのはリバーブも含め、いわゆる外音として流れていた音、いわゆる LR の音です。まずこれを聞いていただきましょう。この音に今回は大自然の運動場ぐらいの大きな敷地で、そして自然のリバーブがかかるというぐらいの、そういう場所ですので、これにプラスもう少し空気感が出てたと思います。でも、このようなラインアウトで PA はできていました。ちょっと聞いてみてください。バイバイだってまだ言えないのに、切り取った写真こんな感じですね。自分で言うのもなんですが、バランスもさほど悪くなく音響ができていたと思います。じゃあ今度はですね、これをミュートかけておきます。余分なちょっとこのライン2とかいうのは何かというと、司会者さんのマイクがオンになっていました。ここですね、このトラック。そしてボーカルトラックもちょっと分かりやすく、全体が青っぽいですので、ちょっと黄色っぽいので、2人の音が、これが2つがボーカルです。そして上の2つはキーボードの LR ですね。でそれをですね、この画面下の方にキーのバスを作りまして、ここですね。そしてここに一括してインサートエフェクトをかけていると。でそれをメインアウトへ流しているという形で、このように LR でインプットした音はまとめる方が、一つ一つにかけるとですね、同じようにかけないといけなかったり、2つのプラグインがいったりして、メモリーの負担も大きいですので、できるだけこのようにするのがいいと思います。そして気をつけることは、せっかく LR で撮っていますので、画面下のようにパンを左いっぱいと右いっぱいにこうやって振っています。キーボードの基本的なセッティングはこれでいいと思います。ちょっとこれを2つソロにして、そして鳴らしてみたいと思います。エフェクトが全くかかってないピアノはこんな感じの音です。も切ってみます。リバーブは薄くだけかけています。これもですね、低音がよく効いて迫力のあるピアノらしいピアノにはなっていると思いますが、ここから、処理をしました。処理の全部を見せる時間はありませんので、今前もってセッティングしてあるものを解説するというようなスタイルで進めたいと思います。まず一つ目は、これはノイズです。ただノイズは入れたものの、あえてノイズを外しておきます。というのは、ラインの環境が良くってほとんどノイズはなかったです。じゃあ次、これが
かの有名なニーブの73などをエミュレートしたチャンネルストリップです。これは本当に入れただけでも良くなると、その良くなるは一般の方が聞いて単純に音が変わったなとか言うんではなくって、もう何とも言えないアナログ感が出ます。ちょっと聞いてみてください。音がスキッとまとまったという感じです。ちょっとヘッドホンで聞いてもらわないとわからないと思いますが、それにイコライザーをかけて僕の好みの音にしていきました。ちょっとハイを上げています。の方は周域を上げています。で、低域はかなり切っています。まだ切ってもいいと思います。ちょっと切ります。この最後の高音のところちょっと強いか分かりませんが、あえて僕は特徴的な EQ にしたかったので、少しこの力強いところ、彼女の横で弾くのを見てたらですね、とってもパワフルに弾こうというそういう感じが出ていたので、それをちょっと生かしたままやってみたいと思います。次はそこらを総合的に見た時に、それでもこの強いところがちょっと気になったので少し下げています。これを入れた状態では今の強かったところがちょっと下がります。そしてこの強いところがですね、まあ極端に強いですよね。ですからそこにダイナミック EQ を施しました。この辺ですね。こんな感じでダイナミック EQ で強い音が入った時に下げています。ちょっと聞いてみてください。はい、ちょっと聞きやすくなりましたね。はい、高音の強さも生かしながらちょっと耳に痛いところを切ったという感じです。これで基本的にピアノが出来上がりました。これに、ボーカルを乗せていきたいと思います。ボーカルのエフェクトは2人が姉妹ということもありまして、ほとんどよく似たイコライダーとかにしています。まあ、マイクですのでまずはノイズ処理をしています。そして次は同じようにこれがお気に入りですので、これで音を作っています。聞いてみてください。ソロにします。画面を伏せた、もっと愛してもらえと手放した先、誰かの柔らかい手、ああ次は君が入れます。大切にするよ、焦ってしまった僕に。はい、こんな感じにすごくパンチが効いています。ちょっとオーディオインターフェースのチェックをしますね。まあいいか。はい、ちょっとプチプチが気になったのでチェックをしました。そして次ですね、ここはですね、まあどういうふうにしてるかといえば、
まず肺を16キロのところでですね、少しだけプラスしています。少しだけプラス3デシほどですね、3デシほどプラスしています。今度は中域ですね、中域をいじっているところは7キロのあたりを 4.3 増やしています。ここで、かなり強いですね。ちょっと 4.3 行き過ぎかな。もう少し見てみます。髪をつけて画面を伏せた、もっと愛してもらえと手放した先、誰かの柔らかい手、はあ、次は君が大切にするよ。パンチとツヤはもう別物ですね。全く変わりました。そしてその次、これもプロ Q3 でちょっと耳につくところを落としています。はい。そして次がデジタル V3 のトラックバージョンですね、モノバージョン、これを使って音を作ってますが、もう見ていただいた通り、もう200ぐらいのところからかなりカットしています。ローカットですね。じゃあこれが入った状態と聞いていただきましょう。髪をつけて画面を伏せた、もっと愛してもらえと手放した先、誰かの柔らかい手、大きな音質の変わりはないです。君が大切にするよ。ちょっとここハイが上がってますので、ちょっと落とします。焦ってしまった僕に優しく結ばれた記憶とずっ。そして次は妹さんの方です。妹さんの方の音をちょっと聞いてみます。案外ダイナミクスがたくさんありますね。いわゆるハモリに出しているところと、そして、メインに出てきたところでかなりのダイナミクスがあります。焦ってしまった僕に優しく結ばれた記憶とずっと消えない。コンプで2対1に抑えています。そして、スレッショルドはほぼ効いてないぐらいの形ですね。強く出すぎたところだけカットするという感じですね。もう一度聞きながらいじってみましょう。君が大切にするよ、焦ってしまった僕に優しく結ばれた記憶とずっと消えない。はい、こんな感じですね。じゃあ最後のトラックですが、カホン、これを見ていきたいと思います。カホンにはこれもコンデンサーマイクが仕込まれたカホンでやっています。ですから案外ノイズはありました。ちょっと聞いてみましょう。そして音のかぶりも案外ありますよね。とってもよく吸音するコンデンサーマイクが中に仕込まれています。そして、これでノイズをちょっと切ってみます。切ったら切ったでちょっとすっきりしますね、やっぱりね。少しノイズをちょっと低減したらすっきりします。そして、次はパーカッションですので、このようにデンジャラスのバックス EQ を使って低域と高域だけで処理します。これももう入れるだけでとっても良くなります。ちょっとこうリンクは外した状態にして、
そして作っていきます。これも MS 処理でやっています。もうちょっとローを、もうちょっとローをカットしてみます。ちょっと硬くなりすぎましたね。そして少しスナッピーが聞いてる音をもう少し上げたいんですね、僕としては。やっぱり低音ちょっとボンボンしますね。ちょっと落とします。まあ、これでですね、微調整は、これもですね、デジタル V3 とパルサーのコンプレッサーでやっつけたいと思います。まずコンプレッサー。そして低音をどこまで出す、高音をどこまで出す。それができるようにサイドチェーン EQ もかけています。これで調整しながら聞いてみてください。さっきのボンボンがどこまで収まるか。はい、もう入れただけでいい感じですね。これをフィルターを上げていくともうちょっと出てくると思いますが、高音は潰したくないのでちょっとフィルターを大きくかけます。出てきましたね。ちょっとリリース緩めます。今回78のサチュレーションはかけていません。そしてゲインリダクションが9ぐらいいっています。でも下本の音はとっても良くなりました。はい、ちょっとこれボンボンしますよね。じゃあデジタル V3 で最終仕上げです。このハイをどうしても僕は上げたいんですよね。もうちょっと低いところから上げてきます。あ、出てきました。スナッピーが出てきましたよ。あ、いい感じです。そしてちょっとステレオワイドも広げてます。もっと高音ちょっと上げてみます。
バイパスと聴き比べてみてください。低音のボンボンの方が強いですよね。で、これを入れるとハイが出てきます。あー、いい感じいい感じ。はい、これで基本的に楽器の音作りは終わりました。じゃあここからバランスをまず取ります。あえてマスターに入れてあったインサートを切っておきますね。画面を伏せた、もっと愛してもらえと手放した月、誰かの柔らかい手、はあ、次は君が大切にするよ。はい、まあミックスとしてはもう今あんまり触ってませんが、まあ、ポイントとして2人の位置関係を少しだけパンを振りました。ボーカルのパンですね。それを振ってあります。じゃあそこで、まあ、時短ということもあってオドンのマスターアシスタントをかけると、まあ、やっぱりそれでも低音を強調するようなこういうラインが出てます。上げすぎたところをここですね、はい、ここでパルテックの EQ でちょっとここ落としてます。もうちょっと落としてもいいと思います。これカット方向ですね。まあ聞きながらちょっと動かしますね。画面を伏せた、もっと愛してもらえと手放した月、誰かの柔らかい手、MS に変えてみます。やっぱり MS はいいですね。分離感がはっきりします。大事にするよって言ったはずなのに、もう MS 処理でかなり変わりますね。君に言わせる僕よりも、もう一度 MS に戻します。音がすっきりします。そしてここに、シャドウヒルズを入れたいと思います。これももう入れただけで随分変わります。だいぶに使い方が分かってきました。これね、初めなかなかうまくかけられなかったんですが、もう入れると入れないでは大違いみたいなね、そんな感じです。どうですこれ。抜いた時分かりにくいんです。入れたらすぐ分かります。すごいですね。わからんと言わないでくださいね。ずいぶん良くなってますからね。そして最後リミッターを調整したいと思います。このリミッターもミッドローのミッドハイ、こうミッドが2つありまして、そしてサイド、いわゆる MS で処理できるブレインワークスの XLV2 というリミッターです。これももう入れるだけでかなりさらに良くなります。手放
した月誰かの柔らかい手ハーバイパスします。次は君が大切にするよ。焦ってしまった僕に優しく結ばれ音圧も稼げますしですね、とってもこれも優秀なリミッターだと思います。今日はですね、これを聞かすためのじゃなくて処理を見せるためでしたので、じゃあ、ここから2番の部分ですかね、少し再生をしたいと思います。最終仕上げ、まあ僕のですけども最終仕上げです。もう終わりにしよう、どうでしたでしょうか。今日はライブの音声をマルチトラックでレコーディングして、最近はね MTR のようなミキサーのようなそんないい機材がありますので、まあ、それで SD カードにパラで録音して、それを読み込んで制作すると、まあこれが本当のレコーディングなら、ここからピッチの修正をするなり、そしてまあ次の段階ですね、もう少しこう細かいところは見ていくところはあると思うんですけれども、まあライブですので、例えばディエッサのところですね、ちょっとサッサッサッとかですね、それとまああとはブレスですね、ブレスがどこまでというのもあるんですが、まあライブですから、ブレスのというのがですね、それがやっぱりとてもいいというそういう部分もありますので、この普通のレコーディングとはまたちょっと違うですね、セッティングというかチェックをしながら仕上げていくというのがライブのレコーディングではいいんじゃないかなと思われます。まあ、そういうことで、今日はユリメリの音源を近いうちにマネージャーさんにお渡しするために、その過程というのをですね、皆さんに見ていただきました。長い時間ありがとうございました。村長でした。